シカゴスタジアムは、イリノイ州シカゴにあった屋内スタジアム。1929年にオープン、1994年に平常まで数多くの歴史を刻んだスタジアムであった。1932年、1940年、1944年の民主党全国大会、1932年、1944年の 共和党全国大会の会場になったほか、アイスホッケーやバスケットボール、コンサートの会場として使用されてきた。スタジアムは、スポーツプロモーターパディ・ハーモンが考案。950万ドルの建設費をかけて1929年3月28日に、完成した。このスタジアムは、デトロイト・オリンピアのモデルとも言われていた。建物は、マディソンのマットハウスと呼ばれており、3層。 箱型のレイアウトに加え、大歓声がしやすいスタジアムとなっていた。1932年には、シカゴ・ベアーズの本拠ソルジャー・フィールドが使えないため、当地で NFL チャンピオンシップが開催され、ベアーズが優勝した。1961年、1974年、1991年に NHL オールスターゲーム、1973年、 1988年には NBA オールスターゲームがそれぞれ開催された。しかし建物の老朽化とユナイテッドセンターの完成で1994年9月9日、閉場が決定された。閉館イベントはアメリテッククラシックチャリティバスケットボールでマイケル・ジョーダンがスタジアムの床にキスをして、スタジアムは閉館された。ありがとうございます。